アルビレックス新潟サポーターサンド型バラエティアルサポーキュー。バモバモおー、後編も最後まで見てね。いますかね。まだあっち行ってないですね。あ、そうですね、あっちも行きますか。はい、あっち行きます。馬がいるんですか今。え、すごいですね、本物。乗ります。あ、待って、大物だ。すごい。左足かけて。アイドルの馬乗り体験ですね。行きました。アルサポ級です。いいですね、パワフルですね。気持ちいい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。松原ステーブルスさん、貴重な体験ありがとうございました。アルサポキュー。あ、準備してるんですか。それ準備してるんですか。あ、ぜひ、じゃあお話を。ご家族で。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいね。こんにちは。こんにちは。お名前なんて。おさむくん。太田修介の修から取って。あ、え、漢字。え、知ってる。なんか知ってますよ。すごいですね、太田修介の影響力は。新潟市から来ました清田と言います。サポーター歴はだいたい20年ぐらいになるかなと思います。はい、サポーター歴15年です。太田選手に伺いたいのが、子育ての方針です。子育ての方針。はい、じゃあ小島選手に質問したいなと思うんですが、なんかこうお子さんがもし生まれたら一緒にやってみたいなと思っていることがあればお伺いしたいなと思います。愛してる新潟。見れた。新潟というのは公開練習の時に、去年妊婦だったのかな。で、もう出産なんですって言ってて、名前を太田修介の修から取ってお産にしますみたいな。え、そんなにって思ってめっちゃ嬉しかったんですよ。会えた。ちょっと鳥肌立つっすね。俺今鳥肌立ってるもん。え、だってこれさ、アルサボ Q のこの企画やってなかったってさ、出会えてないじゃないですか。でもなんか9番しょってない？おさむくん。そこは11じゃない。だから言ったんじゃないですか。コウジさんがいいって言ったの。コウジさんがいいって言ったのか。多分言ったか。だいぶ意志強いね。多分なんかあるんだと思うけど、まあ、9ヶ月の9なのかもしれないし、わかんないけど、毎月更新してるのかもしれないけど。で、子育ての方針は。あ、子育ての方針。まあ、常にこう家の中ではこう笑顔があふれるような感じはめっちゃ意識してるし、そのいろんな選択肢を与えようと思ってます。これからいろんなことができるような環境に置いてあげたいなっていうのだけ思ってますね。はい。サッカーがしたいですって言ったらパパはどうしますか。いや、もうしたいって言ったらもうさせるし、そしたらもうなんか超技巧派ボランチに育てます。ボランチがいいですか。ボランチ、もう守備あんましない。もう、まあ、攻撃に特化した。もう全部捌くみたいな。私もボディコンタクトしますよ、みたいな。メッシみたいな。もう本当そんな感じ。やってほしいっていう気持ちはあるんですか。全然ない。あ、ない。でもね、サッカーをようやくなんか分かってきて、試合見に来てるからなんか結構よく分かってて、遊びに行くときとかも結構サッカーしたいみたいな。ボールキックするし、まあ、うまいし、ドリブル早いんだよ。これまた難しい質問来ましたね。別にやりたいことっていうか、もう普通に一緒にご飯食べたりとか、いや、そういうのが一番幸せだと思いますよ。まあ遊んだりとかもそうですし、だから同じ時間を共に刻む。同じ時間を共に刻む、それが一番幸せなんじゃないでしょうか。今ちょっといい声にしといたから。今意識してたよね。嬉しかった。でも今アルサポツバメ市から来ました川崎です。はい、サポーター歴は15、6年かなって感じ。はい、推しは太田選手で、はい、あのゲフラを書いて。見たことある。これ手書きだったんですね。手書きです。手書き。すごいよね。なんかやっぱりね、書いてると、はい、あ、この人はこうだなみたいな、この選手はこうだなみたいな、なんか顔の特徴とか。そうですね、そうですね。太田選手は、チャームポイント、自分のチャームポイントはどこか、ありますか。はい、愛してる新潟。まあ紛れもなくでかい耳でしょうね。この
まあそれは間違いない。小学生の時とかはちょっとそれ言われるのなんかは嫌だなって思ってたんですけど、今はもう、まあ、みんなからこうお前は何こうダンボ、ダンボじゃねえよ、ダンボじゃねえよ。でもなんか最近なんかあったっすよね、俺言ったっすよね、いやわかんないけど引っかかった、引っかかってるね、引っかかってるみたいな、そういや引っかかってますよって言ったら、で俺も見てないいやあったのよ、あったね、これ最近あったのよ、いや服じゃないよ、ビブスとか、いやわかんない、なんだろう、なんか引っかかってたね、なんか引っかかってた、そうだね、うん、でも耳に引っかかってた、そうだね。アルサポキュー、見附市から来ました大橋です。サポーター歴は12年ぐらいです。はい、さくらは3年ぐらいです。好きな選手誰だろう。小島選手へ質問です。試合前によく聴く曲はありますか。太田選手に質問です。お子さんの一番可愛いと思うところを教えてください。愛してる新潟。好きなアーティストとかはね、試合前とか関係なく。あで昔俺小袋とか好きでした。渋小袋は多分親がめっちゃ気にしてそれで好きになって。結構俺適当っすね、決まってないっすね。ただあんまり試合前はそんな洋楽が聴かないかもしれないです。で今とかはなんかもう曲流してなんかランダムに流れるじゃないですか。で、あちょっと違うなと思ったらもう飛ばしてみたいな、あ違うなみたいな、そういう感じなんで。あ子供の可愛いと思うところ、まあ、平気でパパ大好きって言って本当にしがみついてくるんで可愛いって思うし、シンプルなやつが一番可愛いですね。そうだね、パパ大好きストレートに言ってくれる、それはもう癒されるわ、うん、アルサポキュー。あとはもうメインキャスターにお任せして本業に行ってきます。一人で心細すぎなんですけど、いや大丈夫です。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。いってらっしゃい。すごいな、一人って緊張する。お、あ、アピールありがとうございます。あ、太田選手ありがとうございます。いや、よかった。ちょっと今一人でアルサポ Q のリポーターやっててすごく不安だったので、お父さんのアピール嬉しかったです。アルサポ Q 見てくださってますか。見てます。あ、はい、ありがとうございます、はい。福島県の会津馬毛町から来ました江川です。太田選手に質問です。この間 のマリオカートの動画を見させてもらいました。その後伊藤亮太郎選手からだいぶ煽りを受けてましたが、亮太郎選手に勝てる自信はありますか。よろしくお願いします。強かったですね。で勝てるって言ってました。おマリオカート強いの。勝てそう。多分愛してる新潟。な、自信も何も当たり前すぎて歯磨きをするかのように勝ちますよ、当たり前に。しかもなんか一回来て一回返して終わりでいいのに、もう一回あいつ来たからもうええってみたいな。あいつそれが伊藤亮太郎。亮太郎だね、しつこいね。まだここでもやるんですか。煽り合い実現したらね、楽しそうだね。アルサポ Q。 すいません、あ、アルサポ Q です。ちょっとお話終わりました。あ、いいですか、はい、お伺いしても、はい、11番、はい、ね、うん、太田選手一色ですね。すげえ。もう全部。あ、全部。はい、新潟市から来ました山本です。太田選手に質問なんですけど、よく鋭い突っ込みをいろんな人にしてるんですけど、はいはい、そういう鋭い突っ込みはどういったところから、韓国の逆襲系ドライマーやないかいっていう突っ込みをしてたところがもう一番好きで、どこからそういうワードが出てくるのかがやっぱすごい気になるので教えてほしいです。愛してる新潟。ルーツ、まず両親がまず関西の出身で、でもそれがツッコミにつながってるかは分かんないけど、なんだろう、まあ、大学生の時かな、日体大の時にちょっとメンバーが濃すぎて、でそれを処理する人がいなかったので、僕が全部処理してて、まあそれがルーツかな。でも最近奥さんとかも家でめっちゃなんかボケてきたりして練習してるじゃん。そう、
ちょっと練習しようよ。で、それがうまくいったなとか思ったのはちょっと頭の中のノートにこう書いておいて、で、クラブハウスで言おう。そう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 じゃないで、なんか俺に釣られて奥さんも最近ツッコミもちょっとなんか上手くなってきてて何その夫婦で競い合うの。いや、わかんない練習の成果ってことです。アルサポ Q。 大田さん、よろしくお願いします。ロケの途中でナナミンがアルサポ Q を PR してくれたよ。皆さんこんにちは、 NGT48 の大塚ナナミです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すごい、はい、アルサポ Q の方が出演されてるんですよね。そうなんです、はい、アルサポ Q はずっと見ていて、はいはい、その私もこうリポーターのお仕事とかすごくやってみたいなって多く思ってるところがあったので、はい、やりたいってこうコラムの方に立候補したら、はい、今日それが実現したという、ありがたい、はい、サポーターさんの声が届くっていうのは、すごく嬉しいことだなって思うので、YouTube の方で、はい、本日アップされるので、ちょっと皆さんね、一人10回ずつ見ていただいて、そうですね、ぜひ、はい、たくさん見てください。はい、再生回数パンパン、はい、上げてもらえればと思います。上げていただいて、応援よろしくお願いします。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。というわけで、NGT48 の大塚奈々美さんでした。アルサポ Q。すいません、いいですかお話。はい、ピンクの、はい、小島選手のユニフォームを着らしてグッズもここにも。うわ、すげえ、ありがとうございます。小島選手、倒しで、あと力蔵監督で一力自分で作りました。一力さん新潟市中央区から来ましたもやしです。もやし、サポ歴は2年です。もやしさん、小島選手に質問です。ゴールポストスレスレの球を止めに行ったりとかよく見かけるんですけど、こうゴールキーパーをしていてこう怪我が怖いなとか、そういう風に感じた瞬間ってあるのかなっていうのが教えていただければ嬉しいです。せーの、愛してる新潟。このゲーフラを見たことあります。怖いのはないですね。今はもうマジでないです。そのポストに当たるかもとかも全然ないです。で、当たんないように結構その体はちょっとゴールの中に入れて手だけ前にやって、でここにポストがこの 手が当たるようにとか、そういうのは結構練習とかそうちっちゃい時からやって、でも癖ついたんで。でもね、最初キーパーやりてる時とかやっぱ近くで思いっきり振られたりしたらやっぱ怖かったですよ。それはもういきなりだってそんなとこから満振りされてもう全然大丈夫だよみたいな人いないですからね。絶対こうなっちゃうじゃないですか、キーパーやるじゃないですか。すごい、いっぱい受けて、近いとこからいっぱい受けて、でやっぱね顔面に当たったりとか、昨日も当たりましたけれども、はい、昨日当たったの。昨日当たったので、当たってこの目がさこう、お、本当だ。そう、うわ、大変なポジションですわ。そうそうそう、だから怖さは今はマジないです。それがあったら多分プロではやれないですね。そうだね、はい、すげえ。アルサポ Q。 新潟市から来ました、和田智則です。太田選手に聞きたいことなんですけど、普段のコンディションを維持するために心がけてることっていうのは、何でしょうか。はい、愛してる新潟。ありすぎるな。いっぱい食べて寝ろと。本質だね。本質だね。いや、まあそうだね。全部気使ってるけどね。そうだね。食事ももちろん気使ってるし、睡眠の時間とかも気使ってるし、俺らからしたらもしかしたら当たり前かもしれないけど、その試合、例えば土曜日に試合ありますってなったら、じゃあ大体何日前とかにこういう刺激入れようとか、うん、筋トレまではいかないけど、エクササイズっていうか、まあ、そっち系ですね。体幹とかそういうパワーを出すための刺激入れみたいな。もちろん試合前もするし、まあ、毎朝練習前もトレーナーさんの力を借りてできるだけ体のバランスフラットな状態にして練習臨んだりとか、そういうのはもう、まあ、上げたらいいね、うん、切りないですね。でも本当そういうのはでもね、興奮してる。
今興奮してたね。なんか別にでもでもは言わないね。興奮する内容じゃないですよね。ね、うん、でもでも。アルサポロ Q。こんにちは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 。いい方も綺麗。可愛いね。小島選手好きなの？あ、そうなんだね。どこが好きなの？顔。おちょっと今俺言おうとしたんだけど。顔って言おうとしたんだけど。新潟市から来ました。いつきです。いつきです。小島選手に質問です。どうやったらキーパーを上手になりますか？小島選手みたいになってね。ありがとう。かわいいな。丁寧だ。かわいいな。愛してる。新潟。よかったね。いや新潟来て初なんじゃないですか。顔が好きって言われることは嬉しいんじゃないですか。いいんじゃないですかもう。で、質問がどうやったら上手くなりますかっていう。いっぱい食べて寝るって。もうええてそれ擦りすぎだよお前。なんだろうね、僕も全然うまいって思ってないんで、自分自身が成長し続けたいっていう向上心が結局は自分をうまくさせるんじゃないかなっていうのは思うんで、うん、はい、チリスボミになんなよ、はい。アルサポロ Q。 かわいい、かわいい子たち見つけちゃった。太田選手だ。太田選手です。好きなんですか、推しなんですか。私はあれですかね、はい、川崎戦でゴール決めた時の長倉選手、これが好きです。中に運んで打ち入れ、おー強烈、カットインからフィニッシュ。ハイタッチね、しそうなのに。スラインタイプ、ね、あったね、あったね。ゴールシュート、はい、見てるわ、細かいとこまで。詳しく言ったら右側に避けた。再現度高。いやすごい。練習してました。ね、打ち合わせなしで今のですか。すごい。新潟市中央区から来ましたはるかです。サポーター歴は10年以上です。はい。一人目のお子さんのゴールパフォーマンスがこれなと思うんですけど、二人目のお子さんのゴールパフォーマンス気になります。教えてください。お願いします。ステッカーもぜひ挟んでいただけると嬉しいです。はい。わー、キラキラ。せーの、愛してる新潟。かわいい。そう、確かにその一人目もやってるから二人目もやろうと思ってすごい探してたんですけど、まあ、とりあえず指しゃぶりが今すごくて、もう3本ぐらいぶち込んでやってるんで。なんか軽くパクでいいんじゃないですか。まあ、パクぐらいだったらいいか、うん、なんか別になんかこんなーなんちょっとでは。そのあとハイタッチしたくないですか。まあそうだよ、俺も嫌だよ。こんな気分がもうほんと最高潮になったら3本ぐらいぶち込もうもうね、自分も言ってるからその時ね。わけわかんない、もう興奮しすぎてるからね、うん、それこそもう避けてから避けてから、何でめっちゃおもろいよね。濡れた手でやるみたいな。できないね、忙しいね、それはもうだいぶ。アルサポロ Q。 あ、本当だ、いらっしゃった。無事終わりましたか。一人で頑張りました。ありがとうございました。楽しかったです。楽しかったですか。はい、馬も乗れたし。馬も乗れたし。またこれからもたくさん応援します。お願いします。アルサポ Q もいっぱい見ます。最後までご視聴いただきありがとうございました。アルサポ Q が面白いと思った人はチャンネル登録と高評価、そして動画の感想をコメントしてください。次回もお楽しみに。アルサポ Q では選手の方へ質問したいことを大募集。推しの選手のグッズを身につけていると探しやすいかも。スタジアムでお待ちしています。